情報系の数学、情報理論について短くご紹介します。情報系の数学シリーズでは、情報系の数学を短く紹介しておりますが、まず今日は情報理論について紹介していきます。クロード・シャノンという研究者が1948年に通信の数学的理論という論文を発表しました。この論文が情報理論の始まりであると言われています。大学における情報理論の授業では、このシャノンの作り上げた情報理論の基礎を学ぶということを行います。その中では何を行うのかというと、まず情報をどのように数学で捉えるのかということを議論します。そこで出てくる重要な概念は情報量です。その後で通信というものを数学で捉えるということをします。その中で2つの重要な定理を紹介し、証明し、使えるようになっていきます。1つは情報源符号化定理。でもう一つは通信の符号化定理です。この定理の内容をこの動画で紹介することはありませんが、そのような内容を情報理論で行っていくということになります。では、通信というのはどのように捉えられるのかということを考えると、例えば一つの端末からもう一つの端末に何かメッセージを送るということを考えましょう。この時、そのメッセージを送る側は送信者であり、それを受ける側は受信者であるというふうに考えます。この間にあるのが通信路です。通信を行うためには、送信者が送るメッセージを符号化するというプロセスを踏みます。その符号化を行うのが符号機です。符号化されたメッセージを受け取る側は、符号化されたメッセージを元のメッセージに複合化します。そのための装置が複合機です。ただ、この通信の間にノイズ、あるいは雑音が入ることがあるわけです。この雑音をいかに処理するかということが通信においては重要になります。その雑音をうまく扱うために複合機では圧縮であったり、誤り訂正の準備であったり、暗号化というものを行います。先ほど挙げた情報理論の2大基本定理である情報源符号化定理と通信の符号化定理は、この符号化において圧縮の限界と誤り訂正の限界を述べている定理になっています。つまり圧縮というのはどこまでも行えるわけではなく、誤り訂正というのもどこまでも行えるわけではなく、それぞれこの2つの基本定理は述べているのです。この2つの定理をちゃんと数学には情報というものを数学的に捉える必要があるわけです。圧縮や誤り訂正の準備あるいは暗号化を扱う理論は符号理論と暗号理論になります。符号理論については次の動画で述べていることにいたします。では、その情報を数学的に捉えるためにはどのようなことを考えればいいのかということについて少し詳しく話をしていきます。例えば、コイン投げを行うとします。コインを投げると表か裏が出ますが、それはコインを見るまで表が出たか裏が出たかはわからない状態にあるわけです。しかしその後コインを見ると表が出たか裏が出たかわかります。その時に表が出たという情報あるいは裏が出たという情報が得られるわけです。そのようにして情報が得られる時にどれだけの情報が得られたのかということの量を考えます。情報量の単位としてビットを使います。1ビットの情報に対応します。このやりとりは次のような図でも書き表すことができます。コインは表ですかという質問をしたときにその答えがはいであったら表であると分かり、いいえであったら裏であると分かるということです。
質問が1回で済んでますから、得られた情報は1ビットであるということになります。では、サイコロのように選択